はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の三角関数と極限丸一をお送りします。で、前回までやってた関数と極限の流れは変わってないんですけど、ここから三角関数になっていくので、ちょっとタイトル変えてみました。で、今回6問やりますので、まずね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ここからね、まあ、サイン、コサイン、タンジェントが入ってくるわけですが、こういうタイプの、まあ、問題を解くときに大事な公式が2つあります。まあ、ほぼ1つなんだけど、一応2個と言っておきます。で、それが何かっていうと、ちょっと下に書きましょうかね。リミット、x が、0に近づくとき、入ってるね、時の、x 分の、ちょっと待った。sinx。これが、1なんです。x 分の 3x が1。で、もう一個、まあ、ほぼね、似てるんですけど、リミット x0 に近づけるときの x 分のタンジェント x。これも1になります。いいかな？これをめちゃくちゃ使う。そう、だから覚えておいてください。ちょっと囲っときましょうか。で、ちなみに、この公式、囲めてるっけは、今 x 分の 3x って書いたんですけど、例えば 2x 分の 2x、まあ、sin2x ね。中身が揃ってれば OK です。3x 分のタンジェント 3x。だとしても1ね。3倍になんないからね。1になります。ちなみに、ひっくり返っても OK。3x 分の x、タンジェント x 分の x も1になりますので、これをふんだんに使って1番から解いていきます。いいかな。で、まず1番が、x 分の sin 3x。つまり、ま、さっきの話から言うと、ここが、3x になってくれれば、これ1なんですよ。揃ってるからね。でも、勝手に3つけたらまずいじゃないですか。つまり、ここに、3をね、余計にかけてあげればさ、こいつ、約分されて元の形に戻りますと。どうしてもこれ使いたいからね。sin 3x の中身変えにくいんで、ここを変えるしかないと。で、こうすれば、こいつ、3x 分の sin 3x は1になるので、1×3 で、答えは3と。こういう風にやっていってください。まあ、つまり数合わせをしてるような感じなんですけど、だから次も同じですね。タンジェント 3x、ここは変えにくいので、下を変えますと。で、今 2x、ちょっとね、2ごめんな。消してもらって、3に変えると。こうしたら使えるからね、1になる。でも勝手に変えちゃったんで、戻すためには、もともと2が下にいましたと。この3を消すために分子に3をかける。つまり、2分の3をかければ、もともとの 2x 分のタンジェント 3x 戻りますので、この部分は1。で、それに2分の3をかけるから、答えも2分の3と。こういう風にやっていってください。で、次は、サインとタンジェントが、まあ、分母分子それぞれ両方に出てくるんですけど、これ分けます。分ける。で、ちょっと入らないんで、上使いますね。で、どう分けるかっていうと、今、サイン、2x 分の、まあ、ほにゃららですね。かける、タンジェントは分子上なので、まあ、こういう状態。まあ、ここにちょっと丸書いておこうか。こうですね。に分けますと。二つにね。で、サイン 2x の方は、ここに、2x が来れば使えますよね。このパターンが。さっき言ったようにひっくり返っても使えるので。で、タンジェント 3x は、ここが 3x になれば使えると。まあ、両方1になるよね。で、x は約分されて消えてありがたいんですけど、3と2が残っちゃうんですよ。もともとなかったからね。だから、もともとない状態に戻すために、こうやって2分の3をかける必要が出てくる。今、変形しましたけど、これ、全部約分すれば元に戻ります。この形に。って考えれば、こいつにリミットをかけると、ここは1です。ここも1です。つまり、1×1×2分の3なので、答えは2分の3と。こういう風になります。いいかな。まあ、基本的にはこいつをね、使ってやってってください。
で、下はね、ちょっと、まあ、めんどくさいというか変形がちょこちょこ入ってくるんですが、まずこのタイプです。まあ、分子にね、サインが2個載っちゃってますけど、これ、例えば、2分の 5x プラス 3y ってあるじゃないですか。これ、2分の、まあ、5x プラス2分の 3y って、項と項に分けれますよね。分数っていうのは。だから同じように分けてしまえば、リミット x0 に近づける、2x 分の sinx とまずこうなります。左側はね。で、ちょっと1行しかないんで一気にやっちゃいますけど、まず左側に関してはこのままだとダメだと。さっきみたいに揃える必要がある。で、ここが、2が邪魔なんですよ。x で揃えたいからね。だからちょっとお前さんちょっとどいてくれと。どいてもらって、後ろに2分の1をかけますと。まあ戻りますよね、結局は。あえてこう書いておきます。で、左側 OK なんで、引くことの右側書いていくと、2x 分の sin 5x になります。で、これも数合わせが必要で、ここを5にする必要がある。でも、元に戻さなきゃいけないんで、そのためには、2分の5をかけなきゃいけない。かければ戻るからね。って考えれば、こいつは1、こいつも1なんで、2分の1引く2分の5になる。つまり、マイナス2、まあマイナス2分の4になるからね。となって、これで終了となります。で、5番ですね。まあ5番はコサイン 2x の分が邪魔だと。で、コサイン 2x さんは公式で、まあ、サイン、事情、コサイン、事情両方変えることができるんですが、基本的にはサインで攻めます。ここコサインないからね、公式に。サインで攻めたいと。で、書いておこうか。コサイン 2x をサインに変えたかったら、1マイナス2サイン事情ですね。まあ、これ公式です。昔やったやつ。三角関数のね。で、それを使っていくと、ちょっと下を下ろそうか。リミット x0 に近づけるところの x2 乗。で、今、コサイン 2x、マイナスがあるから、これにマイナスがくっつく。で、マイナス分配すると、1、マイナス1で、1消えるんですよね。で、分子が、2サイン2乗 x と、これだけが残ります。整理するとね。で、これは、まず2は出しておきましょう。で、この部分、x 事乗分の sin 事乗 x っていうのは、まあ、丁寧に書くんだったら、x 分の sinx の事乗なんですよ。上も下も事乗になってるからね。で、こいつは1になると。でも1は事乗しても1だから、結局、2×1 なんで、5番の答えは2で、これで終了となります。で、6番ですね。まあ、6番もよく出てくるんですけど、まあ、1-cos x。こいつがま、目印かなと。これが、ま、分母にありますけど、分子にあったとしても同じように解いてください。これ何するかっていうと、まあ、有理化ですね。有理化というか、1プラス cos x かけましょうぜっていう。入った。あ、OK、入った。で、これを、分母と分子両方、同じものかける必要があるので、こうやってください。そうすると、分母。下の部分は、1マイナス、コサイン事乗 x になります。まあ、これ公式でね、展開するとなりますと。で、1マイナスコサイン事乗 x って、これサイン事乗 x と同じだからさ。だから、分母がサイン事乗 x になりますよっていう。そうすると突破口が見出せる。で、やっていくと、0に近づける、サイン事乗 x が下にあって、x, sin, x で、分子にもかけた1プラス cos x が載ってますと。で、sin x が上も下もあるんで、1個約分します。消してもらって、下はまあ、2乗消しとこうか。そうするとね、sin x 分の x って、ここです。いい感じの形が出てくるんですよ。使える形がね。で、残り1プラス cos x が残りますと。cos 困るんだよね、いるとね。あれってなってしまうんですけど、今、こいつ1なんだよ。こいつ1ね。これ使ってる公式を。で、cos x は実は、cos、まあ、x0 に近づけるじゃないですか。cos0 って1なんですよね。
あの、やりましたね。単位の時に。コサイン0って1。だから、こいつ1で OK なんです。0を近づけた時。だから、こいつ1、ここは1たす1。つまり、1かける2になるんで、ここの答えは、2で終了となります。いいかな？まあ、こんな感じで、ぜひね、やってみてください。まあ、もちろん問題のバリエーションね、いろいろあるんですが、まあ、このやり方を押さえていくと、ある程度は解けると思いますんで、ぜひね、復習してもらえたらと思います。では、今回はね、この6問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。